はい、松浦選手です。とりあえずノルマは、はいっていうか3連勝だしな。よかったです、はい。うん、4連勝すると300勝らしいです。300勝清水がなんか今日勝つと200勝とか、はい、だから今日勝って明日一緒に乗りたいなっていう感じ。そうですね、まあどうなるか分かんないですけど、うん、あでも言ってくれた方がさ、はい、それはいいじゃない。はい、嬉しいですね。ね、この間ちょっと落車したんで心配したんだけど、うん、まあ、怪我の影響は全くなかった。まあ3日4日ぐらいは結構きつかったですけど、うん、まあ、自転車乗り始めてからはだいぶいいなって感じでしたね、うん。まあ、今回はね、まあ、前がいてのレースだけど非常に安定感があるというか安心して見てられるけど、まあ、初日にかなり出が良かったんでそこで不安が一掃できたっていうのが大きいかなと思います。うん、500バンクはどうなの。500時代は僕あんまり好きじゃないんですけど、うん、宇都宮のバンクが本当走路が綺麗で、うん、すごい大好きなんで、あ、そこが なんかね、はい、ここはね400みたいに走った方がいいって言ってたやつがいたんだけど、まあでも400みたいに走るとちょっと長いですよね、直線ね、うん、やっぱり仕掛けるタイミングがちょっとみんな違ってきてるから、はい、逆にもがいてる距離って短くなる。位置が取れればですけどね、うん、だって今日の太田だって実際踏んだのは1コーナー回ったぐらいじゃない。結構出足は強力に行きましたけどね。あ、踏んでた。あ、こんな踏むんだって感じで徐々に上げていきますっていう作戦だったんですけど、うんうん、こんなに出足行くのと思ってちょっと口開いちゃって、まあ、でも行ってくださいっていう展開にはなったじゃない。まあそうですね、しっかりでもどんどん かかっていくように行きますっていう感じだったんで、うんうん、まあ、作戦通りうまくかけてくれたなと思います。まあ、今の競争はさ結構スタートの位置取りって問題じゃない、はい、どこにいるか、はい、特に先行するのか、はい、まあ、まくりかましっていう時にどの位置にいて、うん、まあ、誰が行った時だったら行きやすいとか、まあ、それ考えるだろ。そうですね、まあ、スタートでちょっと前から3番目だったんですけど、うん、前から2番目の方がいいかなと思って、うん、1回太田にちょっとちらっと確認して2番手入って、うん、まあ、それも良かったかなと思います。ただ後ろに軍司が、まあ寺崎君がなんかちょっと粘ってる感じだったんで、うん、まあ、それは良くなったかなと思います ね。あれがね、寺崎がそんなかけてしまったらちょっとあれだし、そうですね、うん、すんなり引かれてもまた流れが変わるだろうしね、うん、っていうところで、はい、あれは非常に向いたよね。そうですね、展開も味方にして、まあ、太田のかかりがあったからこそですけどね、うん、はい、でも太田初日2日見てるとめちゃめちゃまくり追い込み強かったじゃない。強かったです。ただ、まあ、ね、初日2日目の感じじゃ決まらないぞっていうのは言ってました。ああね、はい、このままだと行っちゃった方が早いぞと、ね、はい、まあ、でもそれも彼分かってて、うん、今日ちょっと徐々にかけていきたいですみたいな感じで言ってたんで、うん、あ、それができるならそれが一番いいねっていう話だったんで、うん、まあ、これで結局明日は自力っていうか、まあ、最後は自分で行くんだけど、うん、とりあえず目標は太田がいるんで、はい、誰が乗ってきても、そうですね、ね、そのラインにはいるってことになるよね。はい、それは非常に前回に続いてラッキーというか、そうですね、有利に戦えるかなと思います。ね、まあ、コンディションとしては問題ないだろうし、はい、バッチシです。ね、じゃあまた明日優勝目指して、はい、しっかり、はい、はい、では一言、はい、明日完全優勝で300勝を目指して頑張ります。よろしくお願いします。300勝何年目今？11年目。11年目。ああ、ちょっと間だな、分かったいや昔は10年で表彰だった300勝。ああ、今ないのかな。それ健太郎がもう500勝のかな、しそうじゃないですか。あ、そうなんだ、はい、健太郎がすげえですよ、はい、毎年40勝以上してる。もともと1着多い選手だからね。あ、9着も多いけど、あ、まあ、郡司もね、僕半年後ですけど、うんうん、郡司君はもう300勝299。あ、そうかそうか、298か、はい、ちょっと負けてます。じゃあ節目でしっかり、はい、優勝で決めるっていうのが一流選手の証みたいなもんだから、はい、頑張ります、はい